株式会社山陰合同銀行は、島根県松江市に本店を置く山陰地方で最大規模の地方銀行。略称、愛称は、合銀。山口県を除く山陽地方や大阪府、東京都にも店舗を展開している。島根県と鳥取県を基盤にしており、島根、鳥取両県と島根県内13市長を呼び、 鳥取県内12市町村の指定金融機関を受託している。また、島根県庁と鳥取県庁にはそれぞれ支店を配備している。中国地方の瀬戸内海側では、岡山県と広島県に複数の店舗を展開している。地盤である山陰地区では、53%の貸出資金シェアを占めるが、 人口減少と高齢化が著しく、資金需要は頭打ちのため、兵庫地区を強化。2012年10月に開設した阪神北支店を皮切りに、法人営業に特化した空中店舗の出店を進め、営業担当職員を増やすなど、兵庫県内での構成を強化している。その他関西には大阪市に店舗を有し、山陰地方の銀行では、 地銀では唯一、東京都内に支店を持つ。島根県、鳥取県内の店舗の看板表記には、合銀と、岡山県などの参院以外の店舗には、参院合同銀行と正式名称で表記されている。2015年2月、中国地方の地銀としては、初の実行単独で証券市会社である、合銀証券を設立。同10月から業務を開始した。 また、同3月20日には、中国横断自動車道の道松江線の全線開通を期し、広島銀行、伊予銀行との ATM 利用手数料の平日日中対無料化を開始。地域経済の活性化と顧客利便性の向上に努めていきたいとしている。鳥取営業部2000年4月12日、共に従前から日立政策所制。 ホストコンピュータとミドルウェアソフトを使用、加えて1980年代後半に、千葉工業銀行と日立が共同で開発した、エキスパートと呼ぶ、環状系パッケージソフトを導入し、業務手続き手順が似通っており、またシステム担当者間の情報交換が密でもあった、道のく銀行、日後銀行、日立製作所との間で、機関系システム共同化で合意に達した。 合意に基づき共同システムの構築が開始され、2003年1月、先陣を切って、非合銀が、続いて、同年5月6日には、三院合銀が、さらに同年7月21日には、道の区銀が、ネクストスコープ、バンクスウェアと呼ぶ共同システムの運用を開始した。2016年11月11日、共同システムの契約期限が来るのを機に、三因合銀は、 顧客のニーズへの迅速な対応とサービスの向上、システムの安全性強化、さらには同行のビジネス戦略を実現していくための先進性などの観点から NTT データ運営の地銀共同センターへ参加する方針を発表した。同センターへの移行は2019年10月から翌20年9月をメドとしたいとしている。 1993年3月23日総部バドミントン SJ リーグに所属。ありがとうございます。